サラリーマンの夫と結婚して早3年。特に大きな喧嘩もなく、姑との関係も良好で、結婚生活は今のところ順調です。あなた、もうそろそろ時間じゃないの？いけない、遅刻しちゃった。もう昔から時間にルーズなんだから。そうなのよ、翔子さんいなかったらね、どうなってたことかしらも。いつもありがとな。じゃあ帰ってくるな。うん、気をつけて、うん、ただ一つだけどうしても苦手なことがあります。できます。もう出勤か。そうだよ、俺は親父と違って忙しいからさ。怒らへんし、お父さんに向かって言いすぎよ。